<ズ> G7 広島サミットの現場から速報でお伝えします複数の海外メディアによりますとウクライナのゼレンスキー大統領が日本の広島で開催されている G7 サミット主要7カ国首脳会議に対面形式で参加すると報じましたもともとゼレンスキー大統領のサミット出席はサミット初日の今日19日にオンライン形式で参加するそういう予定だったんです しかし昨日の夜になりまして岸田総理大臣がゼレンスキー大統領の参加はサミット最終日の21日になると発表したばかりでしたただ岸田総理の発表ではゼレンスキー大統領の参加はオンライン形式のままということでしたが一方で含みを残した言い方もしていました、うん、ゼレンスキー大統領の対面参加も踏まえて、えー あそ含めて調整をしてきた中での結果と捉えてよいのでしょうか、お考えをお聞かせくださいうーんとですね、なんかいろいろ報道だかなんだか、いろんな話が出てるということは聞いておりますが、あのゼレンスキ,、えー、キー大統領のこの日程については、先ほど、これ、張り出しも行ったと聞いていますが、えー、張り出しの通りであります。 あのまあ、ウクライナ側の、まあ、事情によって19日午後、当初この G7 首脳の、えー、ウクライナに関するセッションに、えー、ゼレンスキー大統領、えー、オンラインで,で出席する、まあ、こういった予定でありましたがこのウクライナ側の事情によってこれを21日午前に、えー、オンラインで参加する形に変更する。 この二十一日にまあ G7 首脳とのウクライナ接触を新たに設けてそこにゼレンスキー大統領がオンラインで参加するこういったことになったとまあし聞いておりますえと現状は張り出しの通りということであります。まあ岸田総理はですね記者団の取材に対してあくまで現状は と断ってですねオンライン形式での参加だと説明したんですね何か含みを感じさせるような言い方だったわけです実はですね実は私も岸田総理が3月にウクライナを訪問した際にですねある官邸の関係者からこんなことを聞いていたんです岸田総理はゼレンスキー大統領との首脳会談においてまあ、戦況が許せばですね戦争の状況が許せば この広島サミットにリアルに対面形式で参加することも含めて要請するつもりなんだという話を聞きましたウクライナに総理が訪問した当日の WBS でも実は私そういう解説をしていますただですね日本政府関係者の中にはアメリカの大統領が来日するだけでまあ世界的には格好のテロの対象になるとそこに G7 首脳が来てでさらに ウクライナのゼレンスキー大統領が来れば、こんなにテロの対象になることはない、あまりにもリスクが高くて、これは現実的じゃないんだ、そういう話をする人もいました、それだけにギリギリまで極秘にされていた、このゼレンスキー大統領の日本訪問とサミットのリアルの参加、まあ、日本政府はです、ね、まだオンライン形式の参加だという姿勢は崩していませんが、 まあ、冒頭にお伝えしました通り、複数の海外メディアがゼレンスキー大統領のこのサミットのリアルの参加。日本を訪問して、広島でこの g 7サミットに対面形式で参加すると伝えています。まあ、このウクライナ情勢をめぐってはですね、ロシアが核兵器の使用もちらつかせています。まあ、被爆地広島で、そんなウクライナのゼレンスキー大統領も参加して、ウクライナ問題を議論する意味合いというのは、極めて大きなものとなりそうです。